皆さんこんにちは。大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただきいつもありがとうございます。今日は白塚が担当させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日なんですけど、もうここにね置いてあります、このローラー、筋膜ローラーとかフォームローラーって言ったりするローラーなんですけど、患者さんからこれって実際どうなんですかっていう質問を先日いただいたので、その内容を取らせていただこうかなと思います。で、このローラーなんですけど、簡単に言うとストレッチに使えるローラーになります。で、結構筋肉がカチカチの人とか、本当にトップレベルで運動をやってる子とかって、どうしてもストレッチだけでは、こうただ伸ばすだけでは伸びきらない方とかがいるので、そういう方におすすめのローラーになってます。で、今日はこのローラーを使って太ももの前と後ろを伸ばす方法を取らせてもらおうかなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まずは平らな場所なら何でも大丈夫。僕らはベッド使うんですけど、床でもいいし、あんまり下がこうふかふかのベッドとかだと、ローラーを押した時にこの反発がなくて沈んでっちゃうので、それだと効果薄れてしまうので、できれば床か、固めの、台の上とか、床か固めのベッドとかでやってもらうといいかなと思います。で、まず伸ばしたい場所、今日右の前もも伸ばします。ここにローラー置いたまま足を乗っけます。で、これをこのまま片膝ついて軽く体重かけながらゴロゴロするだけでも十分伸びるんですけど、結構これはやり始めたばっかの人とかにおすすめの負荷軽めのやり方ですね。で、最近昼休みとか金井先生がずっとこれ使ってゴロゴロしてるんですけど、さっき聞いたら金井先生はもうがっつり負荷かけて左足乗っけて転がしてるそうです。なんでこういう風に強くやってもいいですし、あとは僕は結構自宅でやるときはこっちの優しめのやつをしっかり場所を狙って太ももの上、真ん中、下って3つぐらいに分けてやるようにしてます。なのでだいたいこれを大体目安10回ぐらいですかね、10回ぐらいゴロゴロっとこう4、5、6、7、8、9、10ってやったら、ちょっと上に上げてもう1回ゴロゴロ10回して、でまたさらに上に上げてっていう感じで、太もも全体がまんべんなく伸ばせるようになるといいと思います。で、次裏側ですね。で、裏側もやっぱ前と一緒なんですけど、この状態、足片方は立ってた状態で太ももに体重を乗っけてゴリ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 で、この時もやっぱりちょっと痛いところを狙ってやってもらった方が効果的です。どうしても痛いところってやりたくないので、柔らかいところをこう転がすだけになっちゃう方もいるんですけど、それだと結局痛いところが筋肉張ってしまっているところなので、そこを狙って重心をそこに乗っけてゴリ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 10回ぐらいですね。4、5、6、7、8、9、10で、ちょっとずらして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんな感じで使ってもらうとすごくいいかなと思います。はい、で、この筋膜ローラー使ったストレッチの方法を今前と後ろやったんですけど、外だったり内だったり、あとふくらはぎとか上半身にも使えるものになるので、次回以降はそういう動画をまた撮らせていただこうかなと思ってます。なんで、例えばこのローラー使って伸ばしたい場所とか、この辺ってどうやればいいですかなんていうのあったらコメント欄で教えてください。はい、じゃあこの動画がためになったと思った方は、高評価、チャンネル登録と、あとコメントもよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。